皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは相手の立場に立つというお話をしたいと思います。この相手の立場に立つっていうお話はですね、特に女性はって一括りにするつもりはないんですけれども、苦手な分野なのかなってちょっと思ったりします。会社員で私働いていて部下もいて、で男性はあんまりねそういう言い方しないんですね。なんだろうな、もうちょっとこう引いた目の平等な目で見るんですけれどもね、女性の部下と話をしている時に相手に対してのその批判というかその内容が全て自分の感情から起因するところで相手を批判しているケースが多くて、ちょっと待ってっていうことで自分と違う逆の立場、相手の立場になって考えた時にそういう話になるかどうかっていうのをちょっと私からは一言言いたいっていう話で、相手のっていうのは要は相手の会社さんとか相手の担当者さんなんですけどね。もちろん彼女が言ってるのが正しい部分もある場合もあるし、全く見当外れのことを言ってる場合もあるんですね。だけれども本人興奮してるし相手が 100% 悪いと思ってるから、その立ち位置だけずっと話し続けるんですよ。で、まあ、その話を聞いた時にはちょっと待ってっつって言って、社会一般的には相手は別に間違ったことは言っていないって言って、あなたの事情の世界観で捉えるから相手がすごい失礼だって思うのかもしれないけど、その世界観は特殊な世界観で一般的ではないっていう話、一般的にはこういうケースの場合にはこんな風に考えるから、それをただ単に相手の方に自分を置き換えることもなくバーって言うと、それが全て正しいように私に報告してきてるけれども、相手の立場に立って考えた時には別に相手は普通のことを言っているだけだよっていう話をして、なぜならばっていうことを解いていくと、あ、自分が間違ってましたと、そういう観点では全然考えていなかったとかっていう話になったりとかする時とかがここ何回か立て続けにありました。たまたま私のコンサル生さんとかがね、法人への企画書とか作ったりとかするのを添削してるからなのかもしれないんですけれども、そういうケースとかがあったりするんですよ。で、この相手の立場に立つっていうのは言葉で言うのは簡単なんですけど、いざその状況になった時にはなかなか難しい部分もあって、まあ、私もなるべく中立というか、ニュートラルな位置でいるように心がけているんですけれども、やっぱりそのあたりがね、相手の人がわーっていうふうに言うと自分もわーって思うっていう、その感情論はね分からなくないんですけれども、なぜそういう背景になったのかとか、相手の意図する真実は一体何なのかっていうのを、理解しようとする、ないしは理解するっていうのは、どうしても社会の中で生きていく上では必要不可欠なルールになってくると思うんですよね。そのルールがあった上で相手が失礼なんじゃないかとか、こういうことを本当は言ってほしくないとかいうのであれば、正々堂々ときちんと相手に説明するっていうことも必要な時がありますよね。で、往々にしてそういう方ってね、相手の方とご相談したんですかって言ったら、いや、してないですね。でも相手の方がそういう部分で思ってるのであればきちんと伝えないとわからないかもしれないから、お話ししてみてはどうですかって言うと、いや、嫌がられるのでちょっとそれは、いやっていうね、その嫌がられるのでっていうのが分かってるのであればね、そこを押してでもきちんと伝えたいことを伝えるのか、でそのうちにこもっちゃうからワイ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 言っちゃうわけですよね。だその処理の仕方はやっぱり大人の処理の仕方っていうのはどのみち必要になってきますので、相手の立場に立つっていうのは法人に限ったことではなく個人のお客様の場合もそうなんですけど、自分の側から見る常識が相手から見る常識でもない可能性があります。なので相手の立場に立つっていう面ができるようになると法人の方もうまくいくし個人の場合にもうまくいくので、その立ち位置を一つ
支障にしていただいて、普段の言動生活を総点検してみるのもいいかもしれないです。特に自分の気持ちが波立って相手に対しての批判の度合いが強かった場合はです。これは私が今ねこんな偉そうなこと言ってますけど、昔すごいね攻撃的にいろいろ言ったことがある人だったから言ってます。今思えばね、そうだな、もうちょっと相手の立場に立てればもう少しうまくいってたのかもしれないなって思う、まあ、若かりし頃の反省点とかあるんですけど、だから今は俯瞰して見れるようになったので、そんなに事を荒立てたりとか相手と交渉する場合にも事実をベースに話をして淡々とお伝えするっていうスタンスでいくので、そんなにクレームを言うのもまあまあことが大きなクレームにはならないですね。だから、まあ、大人になるとそういうことも覚えるということなんで、私は経験したから今それを未経験の若い人に伝えてると、そんな感じなんですね。だからぜひ相手の立場に立って考える、机上の空論ではなく言葉だけではなく実際に体感して思いやってみるということをやってみていただければと思います。それでは。